今回はですね、西日本鉄道さんと作る動画の1本目なんですけども、いや本当に、ね、西鉄さんはすごいです。もう全部何もかもグループ総力を挙げてなんか協力してくださって、ホテルもバスも鉄道ももういろいろね、撮影の協力をしていただけるというお申し出を先日いただきまして、今回は西日本鉄道さんとね、いろいろ動画作らせていただくことになると思います。まあ、特に西鉄といえば、あれも良かったから、あれも西鉄のやつですね。あのバスですね、西鉄バスの、 鉄道会社でもあるんですけど、同時に多分日本最大級のバス会社でもあられると思いますので、まあそのですね、また西鉄バスが来ましたけども、そのものすごいあのバス、それから鉄道と、まあ、あとホテルとか様々な事業を紹介していくということになりますが、まあともかくここは天神ですよ。天神です。天神のですね、まずは西鉄グループの看板のホテル、西鉄グランドホテルに今日は泊まりますので、その様子を皆さんに楽しんでいただきたいと思います。また来た西鉄バス、すごいですよね。この天神というのがどういうところかわからない方もいると思うんですが、まあ、ここは福岡県の一番の繁華街です。まあ新宿歌舞伎町よりも随分上品で綺麗な福岡の一番人が集まるところ、ここは西日本鉄道さんの本拠地でもありまして、ここに西鉄天神駅というのがあります。正確な名前は福岡駅なんですが、みんな天神駅と呼んでるんじゃないかな。で着いたんですけど、すごいですね。お城かなんかかと思いましたよ。実際お城みたいな形してるんですが、予想よりも数段すごかった。これが西鉄グランドホテル、今日はこの西日本鉄道グループのホテルの一番上のブランドのところにまず泊まります。入り口にタクシーの泊まるホテルは必ず立派なところだと決まっています。天神では老舗のホテル、50年ここでずっと営業を続けてまして、さっきはすごかったですよ。シルクハットかぶったホテルの方もいましたからね。さあこれやんないとな。いい香りだ。すごい古風なフロントですが、しかし歴史を感じさせるけれども、別に古めかしいとかそういうのとはまたちょっと違うんだよな。盆栽もあるし、それ自体も立派ですが、また水がその中から湧き上がってちょうど適度な音を立つよ。これがまた素晴らしいね。ロビーもなんか重役の部屋みたいな、すごいソファーが置いてあるもんな。そしてここにこれがまたすごいですよ。立派なパネルがあって、これはですね、次の半世紀、要するにこの西鉄グランドホテルがここに建って50年になった、その時の記念のパネルです。まあ、これ去年のやつみたいですけどね、1969年から建ってて今年で51年目。見るとすごいのは、このホテルの建物自体は特に変わっていないように見えるんですが、この背景ですよ。昔の天神ってこんなだったんですね。信じられんわ。今全部もうきらびやかな、もう街のもうビルがザクザク建ってるようなところですよ。またここにも凄まじいことがいろいろ書いてありますけれど、建設地の選定は当時の帝国ホテル社長云々、ここに書いてある福岡の応接間というその書き方はね、やっぱり伊達じゃなくて天皇陛下も泊まられたそうです。当時は皇太子だったのかな、現在の上皇陛下か。こんなまた立派な、これ西陣織らしいんですが、ここにある解説学によると、もう現在では同じものを作ることができないそうです。51年前にここにできた時からずっと飾ってあると言います。階段も厳かそのものですよ。半世紀前のものですから。今とは随分感じが違いますけど、この上り口のところのカーブの加工とかがすごく丁寧ですね。あとね、私が聞いたところによると、あのホテルの良し悪しっていうのは共用部のトイレ、そこに出るらしいんですけども、見るとこんなの書いてあってね、これはね、あのハンドドライヤーらしいんですが、使用時に手指に付着しているウイルスを乾燥させ飛散させる恐れがありますということで、だからこれは使用自粛ご協力お願いいたしますなんですね。あ、知らなかった。これはこれいいですね。手洗った後にすぐ乾かせる状態になってたってそれもいいですけど、まあ、一方で、あ、なるほど、そういう理由があるからこれはあの使用禁止なんだみたいなね、それあの分かるように教えてくれてると、それ納得させるっていうのはね、とても大事なサービスなんじゃないかと私は思うんですけど。さて、まあともかく今回はもう本当に西鉄さんの提供なんでね、いろいろ撮りたい放題やらせてもらってありがたい限りなんですけど、そろそろ部屋に行こうと思いますわ。ホテルってね、共用部もなかなか面白いんですけど、やっぱちょっと撮りづらいところがあるんですよ。共用部はどうしても他の一般の方とかもいるから、
大々的にはできないですよね。もう会社から直接お話しいただけるとすごくね、やりやすい。あ、この天井の加工はあれだな、他の高輪プリンスホテルでもこうでしたけど、高級なホテルになるとこの加工になるのかな。さあ、カードキー方式で入るんですが、1102、もうすでに実は1回入ってるんですけど、広い部屋ですよ。で、入ったところと、それからそのお隣とでね、ちょっとこう簡単な仕切りになっておりまして、立派な広いお部屋、大きなダブルベッド、さらにオットマン付きの椅子ですよ。これがまたいいですね。こっちはトイレか。トイレと左もお風呂、立派な大理石だ。ほとんど大理石じゃないか。すごいね。これは高級ですよ。あ、ここにあのトイレとかがあるのかと思ったら、こっちがクローゼットなんだね。あ、やっぱ上等なホテルになると、もう最近ではこの開けた瞬間に上が開くっていうのが当たり前になりつつあるようだ。この部屋がスーペリアダブルです。スーペリアってのはあの上位のっていう意味で、スーパーとかと似たような意味の言葉らしいんですけども、他にですねコーナーツインとも今日はあの用意していただいてまして、友達と一緒にそっちで寝ようかな。わざわざ別の部屋に寝てもしょうがないですもんね。まあ行く前にちょっとこれで天神の景色を見てみようと思うんですけども、これ立派ですよ、これね。まあそんな今このカメラの関係で明るくは映ってないですけど、ビルがずらっと並んでいるのはわかるでしょ。これが昔は民家ゴロゴロっていう状態だったんだからすごいわ。 Wi-Fi があるわけですが、このスピードが極端に速くてですね、 99Mbps と書いてありますが、ネットカフェを凌駕する速さだ、場合によっては。まあ、今回は友情出演なんですけども、これがですね、コーナーツインでございます。こっちも広くていい部屋ですよね。2人で使うのにね、もういろいろ作戦会議とかできて、いや便利に使わせてもらいました。こっちにも窓がついております。角部屋ですからね。もう結構今遅い時間なんですけども、暗いからな。また明日見ていただけますか。ちょっとやっぱ暑いのでね、窓少し開けております。この館内の空調なんですけども、これはですね、見ると全館一括管理で冷房暖房または送風に切り替えております。ちょうど今11月で送風しかないようですから、ちょっと暑いんですよね。あの今温度出てますけど、全部これが一緒、22度でも29度でも多分全部同じだけの風が出てきます。これがねやっぱちょっと昔のホテルなのかなという感じはする。多分こっから出てきてるんだろうな。随分さっぱりした感じですけれども、遅い時間なんでそろそろ寝させてもらいまして、2泊ありますからね。まずは朝食を速やかに紹介する必要があると思います。やっぱり相当しっかりしてるってさっき西鉄の方からお聞きしました。じゃあおやすみなさい。はい、そして起きました。おはようございます。今日は2020年の11月の2日です。下に滝があるんですよ。また紹介しますけど。立派なホテルになるとやっぱこう滝がついてるもんなんだな。このホテル、井戸が5個もあるそうですよ。やっぱいいホテルだから部屋を出ると西日本新聞がありますよ。大阪都構想また秘訣になったそうです。朝食は1階のバーラウンジ、多分ここだろうな。今はバイキングはやってないので、一人にこのプレートとそれから卵料理を聞かれてですね、2種類あるんですが、私はこの普通のオムレツの方にしましたけれど、これがくれてですね、で卵料理は今見たようにカレーも作ってもらえるということになっております。このカレーが美味しいらしいですよ。食べ終わってまた滝の上の方へ戻ってきたわけですが、目の前にこんな小学校みたいなのがあって、明らかに小学校じゃないですか。しかも相当古そうで、これ調べたんですよ。そしたらね、1929年に建てられた大名小学校、この辺りの地名大名と言うんですが、
で歴史も130年ぐらいあるすごい小学校だったんですが、今この天神地区のまた再開発をやるということで、この近く閉校になっております。この天神再開発、天神ビッグバンのもちろん中心を担うのはやっぱり西日本鉄道だということです。で、今日もねまた用事がありますので出かけるわけですが、雨が降っております。傘をね貸してもらいました。普段差さないんですけど、せっかくだから借りちゃおうかなと。忘れると怖いからね、ちゃんと持って帰ってこないといけません。綺麗なピカピカな傘だよな。これでどこ行くかって言ったらね、ちょっとすごいところに行くんですけどもまあいいや、それはスーツ交通チャンネルで国鉄呼子線の未成線のやつに行きますから、よかったら見といてください。そして帰ってきました。11月の2日の夜でございます。もう夜の10時ぐらいなんですけども、これ立派なライトアップしてるじゃないですか。これは50周年の記念にオープン当初にやっていたライトアップを復活させたものだそうです。こういう金属の飾りやライオンのエンブレムなども基本的に50年間ずっと大切に使われ続けていて、半世紀の歴史をいかに重んじているかが感じられます。これはやっぱり西鉄グランドホテルができた当初、西鉄ライオンズが相当盛んだったそうでして、やっぱそれととても関係のあるそうですね。それじゃあ2泊目、まだホテルの探検してないところありますから、いろいろ行ってみましょう。朝食を食べたレストランの脇にはすごいスペースがあるな。これまた今こういう風に柵がかかってるわけですけど、これはね画廊だそうです。僕画廊って多分初めて見ましたよ。ここで絵を買うかどうかとか品定めとかするんですね。あ、そういうことか。さっきのは画廊じゃなくて、もしかしたら VIP の人を迎え入れる場所とかそういうのかもしれないんですが、ともかく、なるほどね、展示されているやつを買いたければ買うことができるっていう仕組みなのかな。昨日は行かなかった地下階にも入ってみましょうね。これなんか行っていいのかなみたいな不安な空間がありますけど、なんだここは。いろんなレストランの名前が書いてあるな。エレベーターが並んでいるだけの場所でしたけど、散々使っているエレベーター、ここだけはリニューアルされてないのかな。相当レトロな感じですわ。昭和40年代って感じですよね。地下1階はレストラン街とか、それから結婚式の着付け屋さんとか、そういうのが揃ってるのか。この西鉄グランドホテルができた時はまだシティホテルっていうのが日本でも生まれ始めていたような時でして、要するにただ寝泊まりするだけじゃなくて、あれもこれもこういうこともできる、写真撮ったりとかですね、結婚式したり宴会したり、そういう場所として使われる街の応接室としての機能、それがようやく福岡にも生まれた、そういう時から歴史を紡いでるわけですね。すごいですね。これ神殿があるって書いてあるけど、多分神殿というのは結婚式の時に使うやつでしょうね。神殿って書かれると何だろうなって気がしてくる。中はリニューアルされてますからね、綺麗ですけど。2階で降りられるかな。降りられそうだな。ちょっとだけ行ってみてもいいかな。2階上がると向かい側に宴会場、これも多分宴会場でしょ。でこの奥の人がいる奥にも宴会場みたいなのがあって、まあ、そこまで今は行きませんけど、すごいよね。これがシティホテルってやつなんだな。3階も行けるかな。あ、行けるな。客室か。ちょっとね、結婚式のご用意とかされてるみたいだったから、ちょっとここは行かない方がいいわ。こっちも普通に客室があるみたいですけど。じゃあ部屋に戻りましょう。ここでは何階にエレベーターがいるかっていうのは分かんないんですね。来た来た。すごい開き方だよな。これ多分古いんでしょうね。古いのかな、分からん。11階、癖になる開き方ですよ。さあ11階到着です。はい、行きますよ。これいいよね、閉まるところも見たいな。
ヒビヒビしてますよね。さあ1102、あ、勇敢になってるな。首里城、柱がどっち向きかってことが話題になってる。ちょっとりあえず持ってきました。勇敢もくれるのか。おお、そしてね、僕が読まなかった長官はちゃんと机の上に残してくれてますよ。いや、てっきり捨てるもんかと思ってた。昨日はコーナーツインの方に泊まりましたんで、こっち使わなかったんですが、こっちがスーペリアダブルで、多分こっちの方が部屋の位は高いはずです。ベッドの寝心地はどうなんでしょうね。多分一緒だと思うんですけど、このベッドの上にこれモコモコがついてるの、さっきのねコーナーツインは確かなかったはず。それからですね、あとはこれだな、この風呂トイレなんですけど、こっちは大理石仕上げになってますね。昨日寝るのに使ったコーナーツインの方は大理石仕上げってよりは普通の風呂っていう感じでしたから、こっちの方が断然高級だな。あ、なんか石鹸もある。これもあっちにはなかったし、あ、よく見たらアメニティも違うじゃないですか。ちょっと違う気がする。少なくとも こんなに種類たくさんはなかったもんな。いや、今までスーペリアとね、そうでない部屋を比べるってことしたことなかったんですけど、こういう違いがあるんですね。これですね、またアメニティがいろいろ入ってるやつなんですが、これね、あの組子、これ九州の大川、佐賀とそれからあの、まあ福岡の県境ぐらいのところにある、まあ、西鉄沿線に近いところですよね。そこの大川家具っていうのが有名ですが、有名なですね技法を使って作っているそうです。九州名物ね。すごい上等そうなコーヒーマシンもあって、多分これをこの中に突き刺してボタンを押すとコーヒーがジョボジョボジョボと出てくるやつ、これかなり美味しいやつだと思うんですが、僕コーヒーはちょっとね体質に合わなくて飲めないんですよ。お世話になります。すいません、今からルームサービスの中お願いすることってできますか？残念ながらラストオーダー9時だったんでもう食べられないんですが、ビーフカレー1500円でいいんですね。安いですね。これホテルのあれだったらサービス料もさらに加わったりとかするんですけど、税サービス料込みで1500円、これは本当に安いですよ。多分このクラスのホテルでカレー食べたら1杯2800円とかそんぐらい普通に取られますもんね。この間 GoTo キャンペーンでスタッフと2人食事行った時、2人前でうどんとカレー食べてもう5000円とか6000円ぐらいしましたよ。そしてクローゼットの中にこういうスリッパがあったんですけど、これがですねまたとてもふかふかなわけですよ。いいホテル行くとそうですが、でもここは特に肉厚だな。もう帰ってしまった私の友達が全日空のプレミアムクラスのあのスリッパよりいいよって言ってました。確かにその通りだな。ふわふわですもんね。さてお風呂も入りました。で、シャンプーがね、すいません、同じやつでした。まああれ十分いいシャンプーだと思うんですけど、こっちに4つあるのは何かなと思ったら、はい、まずこちらモイスチャーライジングローション、僕には聞き慣れない言葉ですがとりあえずいきましょう。はい、次こちらアフターシェーブ、はいはい、あ、なんとなくわかるぞこれ。はい、次こちらヘアリキッド、あ、髪の毛につけるやつね。はい、こちらヘアトニック、何が違うのかわからんけど髪の毛につけるやつだけで2種類あります。それからこちら高級石鹸、これ持って帰っちゃおうかな。だからもう普段はまるで適当なんですけど、一応これクリームをつけて、クリームというかシェービングジェルをつけて、まずひげを剃るじゃないですか。こんなにいいものなのか、いつもつけませんからね、何もつけないで撮ってるんですよ。そしてその後ここにカタカナでねアフターシェーブというふうに書いたんですけど、これがアフターシェーブローションか。爽快感を与えながら肌荒れを防ぎ肌を引き締めます。これがスキンケアっていうやつか。飛行機のファーストクラスに乗っても結局やらなかったですけど、これこうやってつければいいのかな。おお、なんかしみる。おお、これが爽快感っていうやつか。僕の剃り方が悪いかもしれんな。もう吸い込んでしまった。あ、懐かしい、高校生ぐらいの時にシーブリーズっていう体を拭くやつを買って使ったことがあるんですけど、あの時だけだったけど、夏のね日本一周した時に買ったんですよ。この香りはなんかそれを思い出すな、懐かしい。手洗ってきましょうね。香りっていうのはとても思い出に残りますね。これはねヘアリキッドって書いてある。ヘアトニックとヘアリキッドの違いが分からんですけど、セラッとしたタッチでベタベタつかず自然な仕上がり。あ、これあれじゃないか。ワックスみたいなやつか。これはつけちゃいかんわ。今から寝るのにね。それから、また同じような見た目で、ヘアトニックというのもありました。僕ヘアトニックが整髪料なんだと思ってたんですけど、これはなんか頭皮用らしいんですよ。これを多分このまま直にやっちゃいけないやつだと思うんですが、爽快な使い心地、老けかゆみを抑え、健やかな頭皮に整えます。適量を頭皮に塗布し、優しくマッサージしながら馴染ませるんですか。あ、わかりました。どのぐらいが適量なのかわかんないですけど、まあとりあえず、おお、なんか出過ぎたかな。
まあ別にいっぱいあってもいいだろう。これをこの中にこう揉み込むのか。ほう、爽快ですね。へえ、これで優しくマッサージするの。もっといっぱいいた方がいいのかな。一旦手洗いましょうね。次の人が、まあ多分一回終わるごとに洗ったりとかするんだと思う。洗うってかね、なんか拭いたりとかホテルの方もされてるんだと思うんですけど、とは言ってもこっちもちゃんと、吉田茂が言ってましたよ、本当にいいホテルはね、泊まる客が自分で綺麗にするようなホテルが一流ホテルであって、ボーイが綺麗にするようなホテルは一流ホテルではない。これつけすぎたかな、髪普通にかなり濡れましたけど、まあいいか。よし、もうそしてこんな時間であったか、うっかり10時、明日10時44分の列車の出発で、まあ、ちょっといろいろ撮影などもさせていただくんですけども、まあとりあえず今日はこの辺で、どうもありがとうございました。あ、ちなみにこれ多分ね、スーペリアダブルだけついてたな、コーナーツインの方はねついてなかったと思うんですけども、これバスローブです。バスローブってやっぱ高級なホテルの専用みたいな感じがありますからね。 いいところだ。よいしょ、枕もなんか4つあるわ。よし、おはようございます。今日は11月3日文化の日です。というわけでですね、このようにあの3日目になりましたけど、もうさすがにチェックアウトしますんでね、朝、今日はよく晴れておりますわ。これからまたさらに西鉄三昧、レールキッチン筑後号という列車に乗って交通チャンネルに動画出しますんで、それもぜひご覧になってみてください。とても素敵なホテルでした。伝統があるし、ホテル側もその伝統を非常に重んじているということがよく分かりました。どうもありがとうございました。